Thank you.
開けてはくれないのか。聞こえただろう。門を開けろ。それとバラン隊長に報告しとけ。どこへ行くつもりだ。西だ。メリディアンへ。門を開けろ。砕き石の道はそうやすやすと渡れるものじゃないぞ。バラン隊長と話してみるんだな。最近メリディアンから派遣された。もし会いたいなら砦の左のバルコニーに行ってみろ。そうか、どうも。感謝するのはこっちの方さ。機械を倒してくれた。お前に光あれ。
どこかに。それにエレンドや試練の前夜に話した他の流れ者も。エレンドはメリディアンに来れば姉を紹介すると言ってた。ヴァンガードの隊長だったな。都は封鎖、殺人のようだ。これじゃ一月で一番被害を被るのはいつも商人さ。止まれ。おい、お前止まれ。先日の攻撃を受け、よそ者は検査に応じねばメリディアンには入れん。先日の攻撃？何があったんだ？ヴァンガードとエルサ隊長が殺されたことだ。赤の参道でシャドウカージャに奇襲を受けた。エルサ、エレンドの姉が死んだのか？なぜその名を知っている？知り合いだから、エレンドを呼んでくれないか？はあ、ヴァンガードの新隊長エレンドともあろうお方がこんな流れ者にわざわざ会うとは到底思えないがな。アーロイ、おい生きてたか。てっきり死んだかと。おいお前ら道を開けろ。はるばるメリディアンまで俺に会いに来たか。飲んでたのか？ああ、いや少しな。で生きてたか。たくお祝いだな。俺のおごりだ。二人だけで話がしたい。力を貸してくれないか？よし来い。許可されますか？許可するに決まっているだろう。これからは彼女が望むままにここを通行させるように。わかりました隊長。これでもう邪魔は入らないぞ。話ってなんだ？最後に会った日からいろいろあったんだ。試練の時襲撃者たちに襲われた。
大勢が死んだ。爆発音が聞こえた時、俺たちは村にいた。何人か義勇兵が戻ってきて、参加者の多くが死んだって。野良の民の悲痛な叫びと深い悲しみは忘れることができない。よく助かったな。問題はどうして私が狙われたのかだ。狙われた？どういうことだ。私が狙われたのはオーリンのせいだ。何を言ってるんだ。意味がわからない。オーリンを探さないと知っていることを聞き出す。あいつは俺の友だぞ。あいつは裏切り者だ。奴らの正体も目的もわからないが、間違いなくオーリンが関わっている。でも俺はそんな。お前が理解する必要はない。あいつのところに案内してくれ。今はいない。数日前にガラクタや遺物を漁りに行ったよ。どこにいるやら。あいつがよく行く場所とか知らないか。帰る場所とか。家ならメリディアンにある。よし、案内してくれ。そこを調べたい。まあいいだろう。調べるときは俺も立ち会わせてもらう。エルサのことを聞いた。お前には特別な人だったろう。俺にとって？みんなにとっても同じさ。いつも要領よくてあれこれ命令して頼りにしてて。俺があいつの代わりを務めないと。なのに俺と来たらただもがくだけ。自分を憐れんでる暇があったらエルサを見習えばいい。厳しいことを言ってくれるな。誰もがいつか大事な人を失う。泣いたって変わらない。分かってるさ。涙なんてとっくに枯れちまったよ。オーリンの家を調べたい。すぐに。ああ、分かったって。行こう。こんなにたくさんの人が同時に喋って理解できるのか。俺は無理。ただ飲むだけさ。あの女、まさか。まさか都には誰でも彼でも入れるようになってみたい。追ってかなかったら後で後悔するよ。敵討ちだ。アバードは一体いつまで宮殿に引きこもっているんだ。エルサの敵討ちだ。アバードは一体いつまで宮殿に引きこもっているんだ。どうして王は拷問や虐殺を行った者たちを何年も野放しにしているのだ。エレンド、誰よりも復讐を望んでるはずだろう。血を分けた姉が殺された。それなのに野放しだぞ。あと一言言ってみろ、この役立たずのクソ野郎。この俺が牢屋にぶち込んでやるぞ。さっさと失せろ。出なきゃ俺が全員ぶっ飛ばすぞ。エルサが殺されたって一体。今はよせ。知恵の者から集めたガラクタの山の中で話してる。それじゃあどうやって入るんだ。力づくか。なるほど。ほらここだ。物は壊すなよ。扉以外は。これすべて奴のものか。王宮につてがあると得するってことだろ。絨毯の端がボロボロだ。近くの床も擦れてる。
下に何かありそう。なんでここにハッチが？問題はどうやって開けるか。鍵がなければ無理だ。それはオセラム製のハッチだからな。絶対開かない。それはどうかな。そろそろ諦めな。時間の無駄だ。大きくて重そうだ。さっき何も壊すなって言ったんだけどな。この下は見に行かないのか？本当に平気なのか？酔いは冷めてる。もう説教は勘弁してくれ。そういうことじゃない。さっきあった外でのいざこざ、あのことだ。あのことは話したくない。ここに来たのはあんたが王林の話をしたからだろう。早く調べな。王林は王宮とつてがあるって言ってたな。奴は三王と知り合いなのか？まさか。時々王宮の衛兵として使えたりもするし、古代の品を貴族に売りもする。だが王に謁見したことはないはずだ。王林が悪事に関わっていたとしても、三王アバーダとは一切関係がない。命を懸けたっていい。ここに来たことはないのか？いや、遅くまで飲んだ帰りに家まで送った時も玄関までだったな。あの晩は酒を浴びるほど飲んだが、俺はピンピンしてた。まあ、いつものことさ。調べてくる。そのために来たんだろ。従えば生かしてやる。背けばこいつらの喉をかっ切って、照りつける太陽の下で死体を晒し物にしてやる。奴ら妻と子を人質に。奴ら？誰のことだ？襲撃者。従わなければ家族を殺すと。に気をつけていたようだな。オーリンが契約書を読むことはあったが、詩を読むタイプとはね。間違いない。狙いが私だと知ってた。地図だ。記号はオーリンが行った場所だな。これが証拠。最後のページ、私に会ってから殺すようにって書かれてる。クソ、何が友人だ。裏切り者のペテンシメ。記号の読み方、どこで習った？それに、あんたが見てるそれ、どうなってるんだ？フォーカスだ。これで、見えないものが見える。オーリンのフォーカスも同じか？装置は同じものだな。ただ、オーリンと襲撃者は離れててもフォーカスを通じて連絡を取り合える。それに、見ているものも共有できる。互いの目を通して見るように。襲撃者はそれであんたを見た。オーリン越しに。そう、きっとそういうこと。オーリンの居場所が分かった。そこに行かないと。たった一人で？大丈夫だ。一人の方が早い。待て。その装置でもし見えないものが見られるなら、
エレンド邪魔するな。手を貸してくれないか。お願いだ。エルサを殺した奴をシャドウカージャの兵士がやったってことは分かってるんだ。でも殺した張本人を知りたい。その気の毒には思ってる。でも私には関係ない。あんただって復讐のためだろ。なあ、部族を殺して自分も殺そうとした奴を追いかけてるじゃないか。あんただけが正義を貫ける。いいか、俺は赤の参道に行く。エルサの遺体がある場所だ。そこで待ってるぞ。少し調べてくれりゃ満足する。分かってくれよ。赤の参道だな。やるだけやってみる。